新人舞台監督新藤雄介役の相葉弘樹です。新人舞台監督役ということで、そうですね、加賀美さんの下にずっとついてきたんですけど、今回初めて一人で、おいお前舞台監督を一人でやってみろと。で、周りがサポートするから頑張ると。でもドキドキしながらも、こういろいろトラブルとかにも巻き込まれながらも、なんとか奮闘しながら頑張っていくという役でございます。なんだろうな、覚えてるエピソード。翔さんがもう毎度毎度こういろんなケータリングだったり差し入れを持ってきていただいて、もう稽古の合間に、なんだろう、こうカレーを食べたりとか、いろいろ、なんでしょうか、差し入れをいただいて、なんかそのケータリングを食べに行くのがちょっと楽しみだったですね。そのケータリングがあるからちょっと頑張れるみたいな感じでした。まあ、オリジナルミュージカルならではだと思うんですけど、楽曲のこう歌詞とかをやっぱりいじることができるっていうのはすごく大きな強みなんじゃないかなと。それでいて、歌詞の立てたい部分とか、まあ、曲で立たしたい部分とかをちょっと加えたりとか減らしたりとか、そういう、足し算引き算ができるっていうのはすごくこう、まあ、オリジナルだからこそできるんだなと思ってまして、そこの中に自分が携われて、今回こうヘッズアップ再演ということで、また何かもしかしたら再演で変わることもあるかもしれないし、変わらないかもしれないしというところで、楽しみながら臨めたらなと思います。まあ、普段こう見ることのできない劇場の立て込み仕込みから、バラシまでを、エンターテインメントにしてみましたという作品なんですけど、本当にこう楽曲もみんなが楽しくなれるような楽曲が本当に多くて、最後には劇場から帰るときにはみんながついつい口ずさんで帰ってしまうような楽曲がたくさんありますので、ぜひ皆さんと楽しい時間を共有したいなと思いますので、ぜひ劇場に足をお運びください。お待ちしてます。